ETC カードが導入されました。湧き水温泉、どうしようや。行ってきましたね。この湧き水をもう少し押し出したなんか商品があるのかなと思ったら、かき氷がありましたね。まあかき氷いいんだけど、うん、もうシンプルに水だけ飲ませてくれればいいのになって思いましたね。かき氷がね、結構巨大で、ちょっとね、歯が染みちゃうなと思って、うん、じゃあ僕の問題なんだけど、やめときました。結構ね、このかき氷屋さん、まもなく大きく右方向で、その先に右方向です。売り出してましたね。この大型車のところね、ガンガン止めてるけど、別に大型車のところわざわざ止めなくても止められますよ。ちょっとここの道の駅結構繁盛してるから、もうちょっとなんか面白いかなと思ったけど、あんまり、ね、まもなく右方向です。やっぱりこのお水押してますね。お水押ししてる。お水はね、いろいろ最終的に一番おいしいよね。味のついたさ、ジュースとかさ、飲むんだけどさ、喉渇いて一番こう喉の渇きが言えるのが、ね、もうピュアに水かな。10キロか。かすかちょっとな。まああれだね。今道の駅って巨大化してるから、まあそういうのを比較しちゃうとね、こじんまりとした道の駅でしたね。
なんか前の車で行っちゃったけど、セーフだったんだな、ギリギリな。なんか俺、手信号とかやる、これがいいな。手信号ってなんか、分かりにくいおっさんのやつあるよね。8、7、6。でもやっぱこれ、シンプルに赤と青の分かりやすいよね。よし、ゴー！ゴーって書いてあるし、実際。こっちの方がいいよ。ご飯どころ飛び込み屋生そばラーメン
やってない。なんかあれですね。アドリングストップ全然してられないですね。暑いから。バッテリー上がっちゃうんですね。うまい。できてるからね。鬼怒川公園駅、鬼怒川温泉駅、歩行者専用。東武ワールドスクエアね。
泉街みたいなのがあるのかなと思うんだけど、左、右、こっち行くと有料で、ちょっと真っ直ぐ行くと、およそ1キロメートル先、左方向です。ちょっと行ってみましょうか。なんとなく駅の周辺に素泊まり4000円から窓が開いてるからおよそ300メートル先の左方向です。ちょっと車止めるとこ探す。車止めるとこ探したらちょっとこれ間もなく左方向です。
向です。その先右方向です。1.6km 先、斜め左方向です。